ト教保育に基づいて保育をしてますので、愛の心、感謝の心が育ちます。自由活動は遊びを大切にしている保育ですので、子どもたちが好きな場所で好きなことをして、子どもたち一人一人のありのままの姿を受け止めて保育をしてますので、子どもが子どもらしく過ごせる幼稚園です。この幼稚園は園児数が少ないので、自分のクラスの子どもだけじゃなくて他のクラスの子どもとも一緒に遊んだり、本当に子どもたちのことを心から可愛いって思って接しているので、どの先生もどの子にも詳しいっていうところがチーム保育の一つの特徴かなと思います。ホームなこの世田谷幼稚園で一人一人のいいところをたくさん引き出せるように、保育者が一緒に楽しむこと、どんなにちっちゃい子でも共に喜んだり、広い視野で保育をすることを心がけています。初代の園長が彫刻家でした。そして魂の彫刻家になるということで、心を育てていく、そういう形でキリスト教教育をやっているという幼稚園です。子どもが主人公です。どうか自由な楽しい世田谷幼稚園で子どもたちが育つように送り出していただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。